エマーレファーストの田辺です。今日はですね、買い手目線でですね、マッチングサイトをどう使っていくのかということをですね、ちょっと簡単にご紹介していきたいなと思います。はい、で自分が買い手ですよと、ね、なんか売り上げ、まあ、僕も今ですね、実は探してるので、こうマッチングサイトですね、丁寧に見ながらですね、この条件、いい条件があればちょっと買おうかなみたいな感じですね、こうそういう視点で見たりするんですけども、まあ、実際そういう問い合わせというみたいにもしています。なので、もう、まあ、私自身も買い手の立場でも、こう、まあ、こうマッチングサイトを使っている立場でもあります。はい、でどんな風に使うのかという簡単にご紹介したいなと思うんですけども、まあ、マッチングサイトいろいろありますので、まあ、いくつか無料で登録できますので登録をします。で、どういう風に、探していくのかということなんですけども、ね、一つは、こう一覧にグワーってなってますので、最新のものが一番上に来てるわけですね。上から順番にこうずっと見ていくと、たくさん情報出てきますので、これはまあ日本全国ね、条件とか縛らなければ日本全国の案件ブランとなります。はい、でそれだけだと、まあ、大体全そのマッチングサイトの傾向っていうのが分かるので、まあ、それも一つ見ていただきたい項目かなと思うんですけども、まあ、もう一つは検索ができるんですよね。例えば地域で検索、業種業界で検索ができるってことですね。あとは上限売上規模であるとか、譲渡金額、希望譲渡金額であるとか、そういうのをですね、こうやっていくと絞られてきます。でその時にちょっと注意していただきたいのは、まあ、交渉可能みたいなチェックがあるんですよ。要はもう実際に今交渉できる案件なのか、もう実はもう制約決まってて交渉できない案件なのかってありますので、まあ、実際に本気で買おうと思うんであれば、その交渉可能というのにチェックいただけると、交渉できるやつだけが、掲載されるように、表示されるようになります。はい、でそれから絞り込んだ状態で見ていただくと、かなりね、件数が絞られてきます、ね、本当に地域と業種業界とかで絞るだけでも、おそらく、まあ、全体で1000件とか2000件あったとしてもですね、実際に業種地域とか絞っていくと、まあ、10件とか20件、せいぜい20件とか、ね、本当少ないところであれば0件とかいう形になるかなと、まあ、マッチングサイトの特性になってくると思うんですけども、まあ、基本的にはやっぱ都市圏ですね。都市圏の案件は多くて、地方の案件はやっぱりまだ少ないのかなというね、そういう傾向ありますので、都市部の方はね、割と案件多く表示されたりもするかなと思います。で、買い手目線でどういうふうに進めていくのかというと、まあ、希望の条件を出していって、出てきますよと。で、まあ、いきなりね、はい、これすごいいいなということですね、いきなり買えちゃうみたいなことはあまりなくてですね、しばらくずっとこうモニタリングしてる状態ですかね、まあ、例えば1週間に1回チェックして、最新の情報何かないかなという感じで見るみたいな、まあ、そんな感じになるかなと思います。で、その中で、あ、これちょっと買ってみたいなと、ね、条件的にもいいし、自分がやってる事業ともシナジーがあるし、これ買ってみたいなと思った段階でですね、何をするかというと、そこの売り手さんですね、買い手さんから売り手さんに対して問い合わせができます。質問ができます。表立ってる情報っていうのは売り案件の概要だけなんですね。売上規模とか利益規模であるとか譲渡希望金額とか、まあ、大体こんなビジネスをやってますよみたいな特性が書いてるわけなんですけども、それ以外の情報をやっぱ知りたいわけじゃないですか、ね、で実際こう書いてるんですけども、実際のとこどうなんですかみたいなことですね、聞きたいと思うんですよね。もしくは直近の決算ではその数字だったんだけども、今現在の進行中の売上とか利益を教えてくださいみたいなことは当然聞きたいと思うんですよね。そういうのをですね、まだ匿名の状態で聞くことができます。で、そのやり取りをしてですね、いや、こっから先はもうその実名交渉してくれないと、ね、実名でやらないと、情報出せませんよっていうところまで来たらですね、その段階でまだ買う意思があるのであれば、こちらからですね、実名交渉の申請をします。ね、実名交渉に申請するって何かというと、自分の情報ですね、自分の住所であるとか、名前であるとか会社名であるとか、ね、どういう立場のものなのかっていうことをですね、相手に伝えると。で、相手は売り手さんその情報を見てですね、あ、この人だったら、まあ、別に交渉してもいいかなと、ね、まあ、当然ですね、同業で売りたくないとかですね、いろんな事情があってですね、この人たちをご遠慮いただきたいということもありますので、まあ、必ずその実名交渉が応じてくれるかは分からないですけども、その実名交渉の申請をこっちからして OK もらえれば、もうその OK するときにですね、実は秘密保持契約を交わす、同時に交わすのがもうマッチングサイトの中に組み込まれてるんですよね。ですので、買い手として実名交渉の申請をします。で、その時に秘密保持契約をこうチェックして、同意しますみたいなチェックをしてですね、送るので、まあ、その段階で売り手と買い手、売り手さんもそれを応じてくれたら、売り手と買い手の中で秘密保持契約が交わされることになります、ね、そうしたらですね、まあ、安心して売り手さんの情報を出してくれますので、その情報を見て、あ、実際の企業名が分かる、財務諸表も分かる、ね、エリアとか、詳しい、ね、販売情報であるとか仕入れ情報が教えてもらえるようになりますので、ね、それを見てですね、あ、安心して、じゃあこれを買おうかな買わないかなっていうのを、ね、決めることができます。で、その後は実際に、まあ、Zoom で面談したり、まあ、実際に訪問したり、
それはトップ面談したりとかしてですね、そこから先はですね、一般的な M&A のプロセスと、まあ、同じ、プロセスに入っていくかなと思います。はい、ですので、買い手目線としては、ね、いい売り案件を探す場としては、すごいお手軽にできる、サイトかなと思います、ね。その中でたくさん出てくるので、自分で条件絞りながら。ね、ただ、今、このタイミングで、いい案件があるかというとわからないので、まあ、定期的にちょっとチェックをしながらですね、どんな案件があるのかなということをですね、こう見ていくっていうのが一つになります。で、マッチングサイトに登録してるとですね、メールを送ってくださいってやるとですね、新着の売り案件とかこう飛んでくるんですよ。で、それがメール上でも見れるようになりますので、メールを見てると、あ、これ面白いなと思ったら、クリックして詳しい情報を見るようなこともできます。はい。ということでですね、まあ、そういう形でマッチングサイトを買い手目線で使うとしたら、そんな流れになっていきますっていうのをですね、ちょっとご紹介をいたしました。ね、やっぱりね、今、マッチングサイトもやっぱ売り案件、やっぱ結構伸ばしていっていますので、結構テレビとかでも、マッチングサイトのことがですね、結構こう話題になることが増えてきましたので、そういう意味で、こう売り手さん、買い手さんともですね、増えていっているのが今現状かなと思います。ですので、まあ、一つのね、マッチングサイトだけではなくてですね、いくつかのマッチングサイトを併用しながらですね、どこにどんな案件があるのかっていうのはですね、こう、ちょっとこう、アンテナ張って見ていただくと、いい案件っていうのに出会う確率が上がってくるかなと思いますので、ちょっとね、そういう活動をちょっとしてみていただけるとわかるかなと思います。はい。あとね、アドバイザー目線に行くと、やっぱり自分をね、買う目線で、ちょっと見るっていうのは結構大事かなと思います。要はですね、アドバイザーが買いたくない案件を、買い手さんにご紹介できるとご紹介できないと思うんですよね。だから自分自身も、あ、これだったらいいかなって思う案件を、こう見極める目を鍛えるという意味でですね、日頃からそういうマッチングサイトの売り案件を見てですね、あ、こう私だったら買うかな、買わないかなみたいなのをね、考えるだけでもですね、少しトレーニングになるかなと思いますので、まあ、そういうのをちょっとしてみてですね、ちょっと見ていただければいいんじゃないかなと思います。